どうも、エビゾーです。今回は握りをやっていきたいと思います。でですね、最初に、アジの握りをやっていきたいと思います。先ほど水槽に生きてたものを3枚におろして、冷蔵庫で冷やしてました。で、今、切り身を入れて、握りやすいようにしています。で、手を一回なじませて、酢になじませて、身を今、余分な水分を取るために、タオルで、押しつ、押し、あの、押してましたね。はい。で、シャリは、人肌ぐらいがベストですね。40度ぐらいです。はい。で、わさびをつけません。生姜を手にのっけていきます。いらっしゃい味まはせ。ね、わさびではないです。はい。営業中に撮影してます。はい。臨場感ある感じに仕上がってると思います。はい。でですね、こうやってなんでコロ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 桶で回してるかというと、中に空気を入れて、周りを弾力があるように持たせてます。で、そうすることによって、口どけが良くて、握りが持ちやすいように、つまみやすいようにしています。で、天に生姜を添えて、完成です。で、ガリを乗っけて、お客様のもとにお出しします。はい、完成です。で、続きまして、波握りをやっていきたいと思います。で、まずは中トロを大体 10g ぐらいですね。10g か 15g ぐらいの切り身にしていきます。15g台ですね。はい。で、続きまして、これ赤旗です。赤旗を切り身にしていきます。で、続きまして、しめ鯖ですね。しめ鯖を切り身にしていきます。で、続きまして、蒸しエビですね。蒸しエビとホタテを取りました。でですね、これ、順番が赤白に一応してます。紅白に分けていくと綺麗に見えるので。で、マグロの下は白の、ホタテということで、見栄えが良くなってきます。で、もう一回、コロ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 、軽くですね、軽く握ってきます。そうしないと、中に空気が含まれないので、軽くコロコロしていきます。で、脇はキュッときちっと締めていきますね。そうしないと見栄えが悪いので、はい。で、余分なシャリは外していきます。続いて蒸しエビですね。で、脇を締めて。はい、お客様に言われてます。はい。で、掛け声出してます。はい。で、最後にサバですね。で、続きまして、下の段がホタテと、一応イクラを添えるつもりです。そうすることによって、きちっと紅白になるので、はい、こんな感じに。はい。続きまして、軍艦を作っていきます。はい、しました。はい。はい。
はい、営業中なのでね、ちょっとだんだんテンパってきました。はい。で、シャリをノリ代わりにバンドに止めていきます。で、イクラを持っていきます。で、続きまして、鉄火を巻いていきますんで、マグロのを柵取り、先ほどのマグロを柵取りしていきます。で、すだれを用意して、で、海苔を用意します。で、シャリを、手である程度固めていきます。で、あんまり絶対力を入れないように、中に空気を入れられるように、ふわふわ、ふわふわ持ってますね。はい。で、余分なシャリを溶かします。で、続きまして、指で、真ん中に穴を開けながら広げていきます。これもなるべく、軽めにやってます。力はあまり使いません。で、マグロを乗っけて、脇を締めて、で、一番下の部分に、つなぎ目が来るように今も巻いてますね。で、脇を締めて、切ってきまーす。6等分ですね。はい、6等分です。つなぎ目が見えないように反対側に巻いて、回転させています。で、ガリを乗っけて、完成です。一応、うちのお店で出している波のお寿司です。で、お客様のもとに。で、お店の詳しい情報はホームページに載ってますので、ぜひ検索お願いします。